原水氏元大は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。今川氏、武田氏の家臣。通称は登録、主人。門戸、雄、泉守を自称。意味名の、元は、今川義元の変記と思われる。今川氏の家臣、原石三直の子として誕生。原石氏は、東都海国原田所を本拠とする原氏の所流の、一族で、 原見志村を本拠とした。元体の祖父にあたる雪重の頃より、今川家臣となる。はじめ今川氏に仕え、朝日名信沖や岡部元信と並ぶ駿河先方衆の一人であったが、永禄十一年の武田信玄の駿河信仰によって、今川氏から離反し、武田氏の家臣となった。天正九年三月二十二日、三河国の徳川氏の信仰により、 皇天神城は陥落すると捉えられ、翌3月23日に切腹させられた。なお、降伏者で切腹を申し付けられたのは、原石和人であった。切腹の際、極楽があると信じられた西方向ではなく、南に頭を向けて腹を切ろうとし、それを指摘されても、あえて方角を直さなかったと言われている。家ただ日記、三河物語によれば、 今川家臣時代は、人質時代の徳川家康と屋敷が隣り合わせであった。鷹狩りが好きな家康が放った鷹が獲物や糞を林家の原見石の屋敷に落としており、たびたび苦情を申し立てていた。そのことに腹を立てていた家康により十数年の後、彼は切腹させられた。この原石も隣は、土佐山内氏に仕えた。ありがとうございます。